言わずエコの小川です。今日はコラボしたい相手がいまして、やさぐれメタルさんっていうね、 YouTube で都市鉱山の金メッキの部分をですね集めて、でそれを塩酸で剥離させて金を抽出されてる方がいるんですよ。で僕はね、結構 YouTube でそうやって金の回収を自分でやろうとする人をチェックしてます。で結構批判してきました。そんなことをやってても金は全部回収できないからもうやめてくれと、それよりもちゃんとしっかりした設備の整った製錬所でしっかりと金を回収して貴重な資源を循環させましょうと言ってきたんですけれども、ここ最近のそのやさぐれメタルさんの実験というか、その金の回収方法がですね、非常にプロに、もうプロと言っても過言ではないと思います。このそのプロのもうレベルに達してきてるんですよね。で本来僕はこういったその基板から金を取り出すっていうようなコンテンツをめちゃくちゃやりたかったんですよ。汚水処理って言って、汚水で金を溶かして、でそれから金を取り出す方法があるんですけども、四式精錬って言うんですけども、それをやりたくて、それをどうしてもその YouTube とかで撮ってアップしたいなっていうのが昔から僕のそもそも YouTube やるきっかけになったのはそれをやりたかったっていうのがあったんですけど、もうでもね、実際問題その汚水もですね大変危険な液体ですし、相当のやっぱ環境が必要なので、それはちょっとやっぱり不可能だなという結論に至りまして、でですね、もうそのやさぐれメタルさんの動画を見てると、もう本当に僕が本来やりたかったようなコンテンツに仕上げていただいておりまして、でね、もう本当にガチで金を取り出したりされてるんですよね。でこれ見てください、これ見えますかね。これがリバーズエコが一つ一つ丁寧に集めてるこの金の基板とかについてるこういうね金の、これは全て金メッキなんですね。でこれを薬剤に溶かして金だけ溶かし込んで、それで金を取り出すことができます。でやさぐれメタルさんのように塩酸でこのメッキを剥がして、でその剥がしたものから金を取り出すということも可能です。なのでこのリバーズエコのこういった都市鉱山、こういう CPU とかね、こういうここが金張りなんですけれども、このセラミックの CPU は中にも金がいっぱい入ってます。メッキじゃなくて本当の金線が入ってますので、こういったものから金を取り出してほしいんですよ。で僕はやさぐれメタルさんの動画にもコメントしたことあるんですけど、こういう基板についてる金の部分、こういう金の部分ですよね、目に見えて金メッキ使ってるような部分、こういうところ以外にこういう IC チップであったりとか、そういったところに貴金属が入ってるわけなんですよ。最近やさぐれメタルさんの動画でパラジウムを取り出せるかっていうのやってましたけど、まあタンタルコンデンサーとかっていうのにパラジウムが微量に入ってますので、まあそういった意味でですね、目に見える金だけじゃなくて、そういった金以外のところにも貴金属が入ってるっていうことをですね、まあ、僕もコメントさせてもらったんですけど、ぜひこのリバーズエコが今まで四式精錬向けで集めてた金のこれをですね、やさぐれメタルさんにもうぜひ活用してもらいたいと僕は思ってます。そしてこういう貴金属が含まれていない、もう実験とかで動画では使わない部分っていうのをですね、リバーズエコに出荷していただいて、それで適切に都市鉱山のリサイクルをできればいいなと僕は本気で思ってます。これはネタとかじゃなくて、やっぱりその金の部分だけ取って、あとは産廃みたいなのは僕は本当に嫌なんですよ。だからきっちり全部基板っていうのを全部ね、そうやって貴重な資源としてリサイクルすることがやっぱり大事だと僕は思ってますので、本当にネタとかどうとかじゃなくて、本当に僕はコラボしたいと思ってます。はい。なのでリバーズエコはですね、こういうもう他社とは比にならない技術、比にならないクオリティでこういう金の金メッキのものとかを集めてます。 CPU とかで
このリバースエコの技術とやさぐれメタルさんのその実験の技術、これが合わされば本当に素晴らしい動画ができると思ってます。まあ、あのうちの会社は別に紹介なんかしてくれなくても全然いいので、ただその使わなくなったいらない部分を送っていただきたいなと思います。ぜひやさぐれメタルさん、リバーズエコと協力関係を結びましょう。結びましょう。はい、これで本当に貴重な資源が循環できると思います。やさぐれメタルさん、僕は本当に応援してますから、ぜひ僕のこの熱いメッセージを受け取ってください。そして素晴らしい動画を作ってください。いいお返事を待ってます。では。